はい、お疲れ様です。小林です。本日はですね、R5 が完全体になったんじゃないかなっていう話をしたいと思います。R5 と R6 のファームウェアアップによってどうなったのかっていう話をしたいと思います。結論から申し上げますと、 R5 に関しては完全体になったんじゃないかなって思ってます。 R5 も R6 もバージョン的には 1.6 だったのかなと思います。で、本日ですね、結構暑かったんですけれど、炎天下の中 R5 と R6 両方を同じぐらいの割合で使って 4K の 60p 撮影をずっとやってきました。 R6 に関してはですね、ちょっと熱耐性が上がったような気もしたんですけれど、根本的には制限があるという事実自体は変わらずですね、撮影可能時間がだんだんと短くなっていくっていうのは変わらない、そういった仕様のままでした。で、ここでですね、ちょっと小ネタ的なところを言っておくと、 R6 に関しては動画クロップをした方がちょっとだけ録画可能時間が伸びるんですよ。それはおそらく、2000万画素の APS-C クロップがちょうど 4K なので、ドットバイドット処理で、あまり負荷がかからない処理になるからっていうふうに僕は勝手に思ってるんですけど、とはいえですね、録画可能時間制限に関してはまだ存在するという状態になってます。一方ですね、 R5 に関してはですね、本日それなりに暑い中ずっと撮影してきて、長回し的なこともね、もちろん30分以内ではあるんですけれど、10分程度の長回しを何回もやったんですけれど、録画可能時間がこの表記29分59秒から、変わることは実はありませんでした。 4K60p の ITB の一番軽量なモードでの撮影にはなるんですけれど、この状態でですね、ずっと撮っててもなんか今までみたいに時間が短くなっていくっていうことは、再現しませんでした。で、ボディ自体はチンチンにね、熱くなってはいるんですけれど大丈夫だったんですね。撮影モードをハイスピードモードにしたりとかで、 8K にはしてないんですけれど、録画可能時間が一気に短くなったりとかいうことはあったので、制限はあるんでしょうけれど、大幅にですね、緩和されたんじゃないかなと思いました。なので 4K60p が基本的にはその録画可能時間が短くならずに使える仕様になったということで、 R5 のね、僕の中の評価がうなぎ登りガーッと上がっていったんで、やっぱりですね、その高感度性能がちょっと微妙だとか、 4K 撮りしてる限りはその4500万画素なんていらないことなので、まあ、そういったところはね、ちょっとネックには感じてはいるんですけれど、その細かい、ね、制限をこの夏場でも、今一番暑い時期にでも あまり考えなくても R5 で、おそらく今年の夏乗り切れるという希望がですね、見えましたので、まず R5C を買わなくてもよかったなっていうところと、一眼レフ機をまあ全部手放したりしても、その事実上仕事では問題がなさそうだなっていうところが分かったので、すごくですね、今日はですね、嬉しかったのでこの動画を作ってます。とはいえですね、まあ、メーカー純正のファームウェアでその制限を撤廃してもらったっていうことで大丈夫だとは思うんですけれど、あまり暑くてその、まあ、劣化がしたりとかはないのかもしれないですけれど、故障につながったりだとかあるような気もするんでね、まだちょっとメディア類ですね、 CF エクスプレスとかバッテリーと、まあ、もちろんカメラ本体も、まあ、多少はいたわりながらその撮影していく必要は変わらずあるなと思います。本当にですね、このミラーレスカメラで動画を撮りたいんだったら、まあ、R5C はちょっと置いといて、メーカー変わっちゃいますけど FX3 とか、C70 とか、キヤノンだったらね C70 とかをちゃんとね、そのファンがついてて熱対策されているものを使うべきだと僕も思っています。とはいえですね、ブライダル現場でのその仕事には
やはりこのミラーレスカメラのレスポンスとか、あの使いやすいオートフォーカスとかユーザーインターフェースが非常にですねマッチしているので、やはりですねこういったその写真用のカメラで動画撮影をしていくっていうのが主流ではあります。はい、僕自身もそうですし、他の会社さんも、基本的にはねこういうスタイルでやられています。で、案件によっては今あの収録に使っているあの C200 ですとか、先ほど言った C70 とかを使うこともね当然あるんですけれど、基本的にルーチン的にこなしていく仕事はやはりミラーレスカメラが一番適しているなと思うっていうのと、僕に関しては写真も動画も同じぐらいやっているっていうところで非常にコスパがいい機材だなと思います。だからですね、この 4K60p 制限がその撤廃されたっていうところで、ちょっともう1台 R5 買ってもいいのかなとか、 R6 をもう1台 R5 に入れ替えてもいいのかなとか、ちょっと悩むようになってきちゃいましたね。なのでですね、これはまだ楽しい部類の悩みなので、しばらくですねちょっと機材に関する選定基準もちょっと変わってきたというところで、しばらく楽しみたいと思います。それではまた。